でお願いします。はい、お邪魔します。はい、回りました。オーバー、オーバー、アクション。では、スタート。ウルトラマンというのはですね、空想特撮シリーズということで、実写のドラマに特殊撮影、特撮のですね、巨大な怪獣が出てきたり、宇宙人が出てきたり、宇宙船が出てきたり、人間、地球を守るウルトラマンというですね、巨大ヒーローが出てきて、人類と共に協力して、そのさまざまな脅威を乗り越えていくというですね、SF 特撮ドラマですね。1966年に円谷プロダクションが制作したテレビシリーズが、当時非常に大きなヒットとなりまして、この平成の今の世の中も連綿と映画やテレビシリーズ等で続いているという、日本の国民的ヒーローと言われているヒーロー番組です。今回ウルトラマン銀河 S という番組なんですけども、実は去年テレビ放送いたしましたウルトラマン銀河、この新しいテレビシリーズが、非常に、新しいファン層、子どもたちの、支持を得まして、非常に人気になりましたので、その成功を受けて、続編、第2シーズンとして、制作されるのが、今回のウルトラマン銀河 S になります。銀河、私たちが援護するわ。このウルトラマン銀河という世界観が、我々の実際に住んでいるこの今の地球、日本と同じような環境で、実際に巨大な怪獣や巨大なヒーローは、それまで誰も見たことがない、存在したことがなかったという世界でのお話で、そこに突然、ある理由で現れた巨大怪獣や地球を守るために現れたウルトラマン銀河というヒーローに遭遇した少年たちやその周りの人間たちが、まずはその、去年放送した第1シーズンである困難を乗り越えた、それを踏まえての今回の、続編なんですけども、実際にその怪獣の脅威等に、遭遇した人類が新しく対怪獣、地球防衛チーム組織を、作っていきましたっていう新組織が設立されていくという過程が描かれるんですけども、今回のリーフや ENV200 はその新組織 UPG という対怪獣防衛チームが登場してきますけれども、その UPG の特殊装備車両という形で登場してきます。 SF ドラマでもありますので、実際に日産の方とですね、物語を作るときに事前にいろいろと打ち合わせをさせていただきまして、今現在のリーフや ENV200 が持っている電気自動車であるという特徴や、いろいろ先進的な装備に向けてのですね、お話等も伺いましたので、そこをよりイマジネーションで膨らませて、実際に車に搭載されているバッテリーから、例えばその怪獣を攻撃するための光線銃にエネルギーを供給して、さらにその攻撃力がアップするなのですとか、作中では例えば怪獣の攻撃で電源が落ちてしまった基地の電源を回復するために、実際にその車から電源を供給したりとか、自動運転システムみたいなものも想定されているということでしたので、これは特撮ではよくあることなんですけども、隊員の指示で自動的に車が無人でやってきてくれるみたいな、そういったところも描いています。ちなみにリーフはシュナウザー、 ENV200 はマラミュートという名前で、登場してきます。ウルトラマンというのはその地球を守るヒーローですので、環境に優しいというその電気自動車っていうそのコンセプトは、非常にそのウルトラマンの目指している世界観とも合致する部分があるなと思いましたので、なるべく作品の中にもそのイメージが生きるようには作っていこうとしている次第ですけどもね。今回我々そのライセンスの部署から発端した取り組みでして、もともとバンダイさんという玩具メーカーさんからお話をいただいて、今回その番組に出すことによってバンダイさんは玩具で収益を得られる、あと古谷さんにとってはその車を使って番組をもっと盛り上げれると、我々としては電気自動車の先進性だとかエコフレンドリーなところ、それから新しいモビリティということでワクワク感みたいなところをその番組内で登場させて体感いただけると、全てがそのウィンウィンになれる取り組みというところが、通常のプロダクトプレイスメントとは違うところ。もう一度俺と戦ってくれ、銀河。テレビ東京で毎週火曜日の夕方6時から放送している新ウルトラマンレッテンという番組の中で、7月の15日からこのウルトラマン銀河 S は新しくスタートします。シュナウザーとマラミュート、これも元気にかっこよく走りまくっておりますので、ぜひウルトラマンの活躍も楽しみにしながら見ていただけると嬉しいです。こいつの威力は抜群みたいだな。
でも一番嬉しいのはですね、ウルトラマン大好きな息子7歳がおるんですが、彼と一緒にですね番組を見ている中で、車が登場した時にこれパパの会社の車なんだよっていうのを自慢できるところ、それが本当に楽しみに思っております。アメット